はい、こんにちは。スプレーアートエデンの梅ちゃんとペロちゃん。なに、もう何持ってんの？それあれじゃん。何？なんだこれ。T シャツ T シャツにスプレーアート履いてみたいと思います。オッケー。そう、じゃあ俺のいいなと思う絵を描いて、はい、ペロはペロのいいなと思う絵を描く。オッケー。で、それで？難しいかも。ペロ。何が難しい？黒？黒の上に白だから。ああ。いいんじゃない？完成？まだ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 。メキシカンカラーを入れます。メキシカンカラー？メキシカンカラー。いいな。ってことは全部入れろってことだね。黄色、黄色ね。オレンジ、オレンジ、赤、エメラルド、スカイブルー、ブルースカイ、完成です。すごい、ユニクロの無地がこんなおしゃれになるんですね。だってね、案外良かったね。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。めちゃくちゃおしゃれになった。どうですか、自分で。40点。この顔のとこが白、白が綺麗に入れば、はい、多分もう80点。じゃあベロちゃん、はい、はい、ベロちゃん描きます。 OK。 すげえ、もうすげえ、もうすげえ。いるか？いるか？おー。あ、きれい。真ん中じゃないよ。全然真ん中じゃないんですけど。あ、俺か。だってベロ敵でしょ、俺の。だからね、だから邪魔してるね。どう？え？まんまだね。まんまだね。でもいい感じに斜めになってますね。なんかね、ちょっと真ん中じゃないけど、それがまあいいんじゃない。うん、1000点中100点。いや、はい、完成だね。いいね、いいね。俺こっちの方が好き。本当に？うん。お世辞だね。ソーセージ。お世辞。スプレーアートで T シャツに書いてみたでした。で、よかったね。よかった。じゃあもしなんかこういうの書いてとか、なんかやってほしいことあったらコメントとかでください。見てくれてありがとうございます。いいと思ったらチャンネル登録よろしく。あ、いいねもよろしく。シェアもよろしく。コメントもよろしく。 OK、 よろしくお願いします。はい、ありがとう。